う、レアルマドリード所属のジダン家三男、テオジダンが CL ナポリ戦で招集メンバー入りへ。レアルマドリーのフランス人 MF テオジダンが CL のナポリ戦に招集された。ジネディーヌジダン氏の三男として知られるテオはマドリーのカンテラで育った196センチの大型セントラルミッドフィルダーだ。過去にフランスの世代別代表にも招集され、今シーズンのカスティージャでも13試合に出場するなど主力を担っている。196センチ、でかいな。眼差しがそっくり。兄弟の中で一番お父ちゃんに顔が似てる。196センチもあるし期待できるかも。親父が偉大すぎてかすむけど、4人息子の三男までレアルのトップチームデビューできそうなんて立派だよ。196センチでボールさばきできたら最強すぎる。まさに白い巨人だな。偉大すぎる父親の名のもとにサッカーをするのは一般人では理解できないプレッシャーがあっただろうね。世界中から注目されるし半端ないプレッシャー。これで活躍できるなら精神面もタフだし将来楽しみ。ちなみに四男が一番の有望と言われている。数年後またジダンが出てくるぞ。